おっす、これで終わりにするぞ。私が姿を消す前の最後のきらめきのように。旦那、死ぬのキュール。旦那の姿よく目に焼き付けておきな。あの男の生き様を声孫へと語り継ぐためにな。何を言ってるんですか。そういった冗談はまさか。兄上、これだ。兄に一遍
ジス様、私たちも、お供いたします。なんだ？はい、どこまでも。ああ、どうも。はい。どうしてあなたが兄上になっているんですか、ハクさん。どうして。では兄上は。あとは任せる。何を言ってるんですか。わけが分かりませんよ。いきなり何を言ってるんですか。お前がそれなしの役目を継ぐのだ。だから何を言ってるんですか。何を言ってるんですか。それなしが継いだものをお前が引き継ぐのだ。理不尽だと思うかもしれないが諦めろ。それなしもそうやって押し付けられたのだからな。まったく世の中理不尽なものだらけだと思わないか。無理ですよ。そんな大役、私にそんな大役務まるわけないじゃないですか。お前にならできる。そんな人を泣き休めなんて。それがしたちの弟なのだ。お前のことはお前以上に知っている。胸を張れ、キュール。お前はもう一人前の男だ。ひとときとはいえお前の兄だったことを誇りに思うぞ。シノノ、おいしい。キュウリを支えてやってくれ。皆がそれなしを支えてくれたようにキュウリにも支えとなるものが必要だ。どうしよう、行っちゃうのか。おい、任せろ。キュウリはシノノンが責任持って立派な男にしてやるからな。頼もしいな。そして子供にオシュのことを話して聞かせる。子供にもその子供にもずっとだぞ。そうか、楽しみにしている。旦那、役とあると王さ、世話になったな。お前には随分と助けられた。そりゃこっちのセリフじゃない。あの日から旦那には世話になりっぱなしさ。お互い様というわけか。そいつはなんともおかしなものだ。違いない。
頼まれたじゃない。またいつかな。どうぞ。旦那も元気でな。おし、ハクだ。ムネチカ、安心されよ。あとのこと確かに任された。ムネチカ。だがまさかオシトル殿がな。思い返せば覚えのある点が幾度もあった。それに気づかぬとは不覚であるな。気づいていれば。いや、今さらせんなきことか。すまぬな。先に行かせてもらう。何を言っておる。なんしばしの別れだ。つもりなのか。それでは残されたものはどうなる。お前がオストルであろうとハクであろうと関係ない。お前という存在が必要なのだ。お前は必要としているものを置いて行ってしまうのか。この先ヤマトは苦難の時を迎える。長い冬が訪れ、国土は荒れる。星の力が蘇るまでの間、民は凍え飢えに苦しむこととなる。ならばなおのこと。だがお前たちがいる。ノスリー、お前はいい女だ。違う、私は。違わぬや。お前はいい女だ。お前がそばにいると安心できた。苦しい戦況でもお前の笑い声がそれを吹き飛ばし、なんとかなると思わせてくれた。お前がいたからこそここまでやってこれたのだ。私は。だからこそ何も案じていない。お前たちならノスリであるなら笑って乗り越えるとな。ハク、正常を頼めるか。ああ当然だ。私がやらねば彼がやるのだ。やはりお前はいい女だよ。そんな大立てたことを言ってなびくなどと思うな。私を惚れさせたいのならもっと、もっと。いいか、次に会う時には逃した獲物は大きいと後悔することになるぞ。私はもっといい女になるのだからな。そうか、楽しみにしている。ああ、楽しみにしてよ。何を言っておる。姉ちゃん、押しておる。言ってはなる。姉ちゃん。オーミー、ええ、ここ。今までよく影となり支えてくれた。礼を言う。支えるべき時に支えられたか、怪しいものとは思いますが。やはりそれがしのことに気づいていたか。さて、それこそ何のことやら。さらばだ。僕にはそれだけですか。好きにするなよ。そう言われてしまうといろいろとやるべきことができてしまいますね。お前らしいな。かもしれない。